ねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。おう、表出や、キリュウ。踊るはこの店にもう顔見せんな言うたじゃろうが。うちのお客に勝手なこと言わないでくれる？こいつよりわしの方が常連じゃろうが。ママはどっちの方が大事なんじゃ？お？今度こそ白黒つけちゃるけえの。おう、はよついてこい。なんすかしとんじゃ。ちょっと南雲くん。あ、いや、また後で弁償するけんの。ごめんってキヨちゃん。すぐに戻る。かばちたれが。二度とここに顔出せないようにしちゃるわ。また後で来るけの。ほいじゃ。覚悟はええか。おう、ええ加減舐めとったらどえらい目に遭うっちゅうことを教えちゃるわ。念仏でも唱えとけ。わしもの、惚れた女の前でコケにされたままじゃカッコつかんけえの。広島ヤクザ敵に回したんが運のつきじゃ。すかした顔して舐め腐ってから踊りや。おい、なんじゃ。あまり時間がねえ。早いとこ済ませてんだがな。なんなれ、そんなに死に急ぎたいっちゅうわけかの。いいからさっさとかかってこい。お前の脳が効いてるとこっちの予定が狂っちまう。そんじゃったら安心せえ。今日から先踊れの予定は全部白紙じゃ。撃ち殺したるけの。またじゃ。Yeah!
よーし、わかった。そしたら第一ラウンド終了じゃ。わしも体が温まってきたけ、こっからが本番じゃ。お遊びにはもう十分付き合ってやった。今のは肩慣らしじゃ言うとろうが。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら遊び相手なら他の奴を渡れ。お前と違って俺は忙しい。お帰りなさい。ああ、どうにか間に合ったな。ええ。さあ、桐生さん、これ。いいよ、待たせたな。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。私を育ててくれたおじさんは昔極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど、私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。ファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。みんなが待つところに。おじさん、おじさん、おじさん。
夢、はあ、夢じゃないのか。違うよ、私はここにいるよ。はるかちゃん。秋山さん。先生に話聞いてきた。キリオさんは大丈夫だ。2週間もすれば退院できるってさ。そうですか。ありがとうございます。ああ、それにしてもさっきのステージじゃ思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた東上会や近江連合の抗争、テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に暮らすには覚悟がいるよ。周りが静かになるまで少し時間がかかる。ええ、まあ俺なんかが外野から口出す話じゃないか。君らならと大丈夫。乗り越えられるさ。はい、秋山さんには本当にいろいろ助けてもらって。そういえばお仕事の方はいいんですか？町金の社長つってもうちは秘書がしっかりしてるから、少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫なんだ。気にしないで。はるかちゃんは？桐生さんが良くなったら沖縄のあの養護施設に、朝顔に戻ることになるのかな。多分そうなると思います。私やおじさんにはあの朝顔が家で、あそこに住んでいる子供たちが家族ですから。そっか、じゃあ神室町もまた寂しくなるな。なんや、札の旦那方、えらい怖い顔して。患者ら怖がっとんで。俺に用やろ。あ？脱獄で捕まんのはこれで2回目やな。話が早くて助かるな。酌量の余地はある。冴島大河、おとなしくしろよ。ジタバタする気なんかあらへん。ちっ、クソが。なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんや。ええんや。後のことは頼んだで、兄弟。お前らが東上会でごたごたの後始末しとる間、俺は無所で楽させてもらう。それから桐生一馬の病室はそこだな。ん？何やと？警視庁の者です。どうかそのままで。え？桐生一馬を神室町での暴行傷害、並びに器物破損の容疑で逮捕します。
元東城会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツを立てるためのパフォーマンスだ。パフォーマンス？抗争を引き起こしたのは間違いなく近江連合なんだが、世間から見りゃ近江も東城会もヤクザに変わりねえ。東城会関係者からも逮捕して両成敗にしねえと世間を納得させられねえんだと。まあ警視庁もちゃんと仕事してるってアピールだ。確かに桐生さんは東城会の元四代目ですけど、今回の抗争を収めるのに一番体張ったのもあの人だ。なんとかならないんですか、伊達さん。桐生さんの担当刑事でしょ。誰が桐生担当だ、人聞きの悪い。そもそも桐生さんだけ逮捕されるってのもどうなんです。現役バリバリの東城会幹部はお咎めなしって聞いてますけど。警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら、今度は東城会の下の連中は収まらねえだろ。せっかく終わったヤクザの抗争に警視庁が火つけ直したってことになりゃ、上の首がいくつあっても足りねえ。だからって引退してた桐生さんを東城会の代表として逮捕するんですか。東城会の四代目ってだけじゃねえ。桐生一馬ってのは堂島の竜で通った伝説の極道だ。いくら足洗おうが仇から見りゃ十分裏社会側の人間なんだよ。あの、うん、おじさんはまた刑務所に入ることになるんですか。まっとうな弁護士がつけば無所には入らずに済むはずなんだが、桐生の出方次第か。なんか歯切れが悪いっすね。俺も桐生とは付き合いが長いんでな、今頃あいつが何考えてるかなんとなく想像できちまうんだよ。ここは一体、おじさん。はるか、俺がただ一人愛した女の忘れ方が出会った頃、まだ幼かったこの子は過酷な運命を背負って極道の抗争に巻き込まれていた。そして大事な人間を次々に失った俺にとって唯一の生きる支えになっていた。俺の人生で何か褒めることがあるとすれば、親代わりにこいつの成長を見守ってきたことだけかもしれない。キリュウ。伊達さん、警視庁の刑事としてエリートだったこの人の人生は俺と出会ったことで狂わされた。だがそれから何年もの間、俺とは時に相棒として、時に友人として付き合いが続いている。男で一つで一人娘を育て上げた今、伊達さんはこの先もカムロ町を生きるデカとして正義を貫いていくはずだ。
コージ、ミツオ、シロ、アヤコ、イズミ、ディオナ、エリ、親の顔も知らないこの俺が沖縄に児童養護施設朝顔を作って引き取った子供たち、この子たちが遥かと過ごした時間に俺がどれだけ救われたかは言葉にさえできない。だが今の俺がまたこいつらと暮らすにはまずやらなければならないことがある。それには長い時間が必要だろう。キリュウちゃん、マジマの兄さん、東城会の射程頭、直系マジマ組組長、マジマ五郎、シマノの狂犬と呼ばれる武道派だ。俺が組を抜けてから何度もやり合ってるが、未だにこの人だけは読めねえ。何にしても俺とは腐れんだ。そして今の登場会には欠かせない大幹部として名を轟かせている。同じく登場会幹部となった西島とは古くからの兄弟分だ。キリュウ、西島、かつて18人の敵を殺したとして登場会の伝説と語り継がれる極道西島大河。俺と初めて出会った時、西島は脱獄囚だった。その後運命を狂わせた18人殺しの真相と対峙し、登場会直系西島組を立ち上げている。だが2012年冬に再び脱獄、大海連合7代目の陰謀に巻き込まれ、登場会を代表する男として俺と共に奴らの標的にされた。キリュウさん、秋山、カムロ町の町金、スカイファイナンスの社長、秋山氏、昔は銀行のエリートだったって話だが、横領の濡れ衣を着せられ、一度はホームレスにまで身を落としたという。それがカムロ町で偶然手にしたわずかな元で運用して1000億を超える金を生み出した。俺とは西島の妹安子を通じて出会って以来の縁だ。大阪では芸能界に入った遥かを守って俺の代わりに体を張ってくれていた。四代目大吾、かつて俺の都政の親であり登場会の大幹部だった道島宗平の一人息子、極道の世界から距離を置いていた大吾に、俺は登場会の六代目会長という重荷を背負わせてしまった。だが25,000の子分を抱える登場会を束ねていけるのは道島大吾を置いて他にいない。俺はそう信じ、大吾もまたそれを証明してきた。お目覚めですか、四代目。大吾か。お互いみっともねえなりだな、六代目。
いくらか桐生さんの方がマシですかね。そうみてえだな。何か話があるのか。ええ、桐生さんのことで妙な噂を聞いたんですが、よかったら少し外の空気でも吸いに行きませんか。噂ってのは他でもありません。桐生さんが無所に入るって話です。弁護士立てていくらでも避けようがあるのに、なんでそうしないんですか。家族のところに戻るためだ。沖縄の朝顔のことですね。ああ、俺がこのまま沖縄に戻ったとして、朝顔の子供たちは遥と静かに暮らせるとは思えねえ。どう言い繕ったところで、俺は元極道で、遥はその関係者だ。世間の目引いちまった以上、マスコミに追われるのは目に見えている。俺や遥にその覚悟があるとしても、朝顔の子供たちは巻き込めない。俺が真っ当にあいつらの元に戻るためにはけじめが必要なんだ。それはわかります。でも無所に入るって何年ぶち込まれるかもわからないんでしょう。はるかちゃんやあなたを待っている人たちをいつまで待たせる気なんですか。桐生さんは本当にそれでいいんですか。俺やはるかに世間が注目しているからこそ、今回はいいタイミングなんだ。次無所を出たら、今度こそ俺も日の当たる場所を歩ける気がする。ドームのステージで遥は堂々と俺のことを家族と呼んでくれた。なら俺もそう呼ばれて恥ずかしくないようにしておきて。よく来てくれたな。変わりないか。そんなにすぐは何も変わらないよ。朝顔も相変わらずみんな元気にしてる。そうか、ならよかった。本当はみんなもおじさんに会いたがってるんだけど、沖縄からだとさすがにお金かかるから。沖縄の人たちはみんなよくしてくれてる。だから何も心配しないで。マスコミに追われたりはしてないか。たまにそういう人も来るけど大丈夫。すまないな、はるか。今の俺には何もしてやれないが、仮釈が出ればあと3年くらいで出られると思う。それでも3年。俺はこんな俺のことを家族と呼んでくれたお前に恥ずかしくない人間になりたいんだ。こっから先の3年はそのための時間だ。どうかしたか。私は芸能界に入っておじさんのことを家族と呼べないのが辛かった。うん。芸能界に入ったことを後悔してるんじゃないの。その逆だよ。おじさんを家族って呼べなかったあの時間があったから、私はあのステージで
初めておじさんのことを家族なんだって心から思えた。それまではおじさんと一緒にいることがずっと当たり前だったから、まだ子供だったから深く考えたことがなかった。だから今おじさんと一緒に暮らせなくても頑張っていける。おじさんと私がどんなに離れていても家族だって心に刻むことができたから。今日はそれを言いに来たんだ。また一緒に暮らし始めたらもう恥ずかしくてこんな風に言えないもん。そうか。できたよ。ちょっとテーブルの上片付けて。カージ、こんなとこに漫画置くなよ。泉、コップとお水用意して。はい。ほら、シロ、ご飯の時はタブレットしまって。ちょっと待って。もうすぐ一通り株価のチェック終わるんだ。あんた、まさか本当に株買ったりしてないでしょうね。そんな金ないでしょ。シミュレーションだけ。三尾がまだ練習から戻ってないよ。あいつ張り切ってるな。野球推薦の話でしょ。そんなにうまくいくかな。ただいま。ただいま。はるか姉ちゃん、おかわりある？ご飯だけならね。俺今日はおかわりいらない。この後大城と筋トレする約束してきた。おじさん、刑務所から帰ってきたら驚くね。三尾兄ちゃんがプロ野球に入るかもって。バカ、気が早すぎだよ。まだ中学生なんだから。でも野球推薦の話が来るなんて、三尾頑張ったんだ。前は浩二が教えてやってたのに、いつの間にか立場逆転だもんな。うっさい。まだ本決まりじゃないし、他にも候補はいるから。勉強の成績とか家のこととか、なんかいろいろ審査はあるんだって。家のことって、それじゃうちってヤバくね。あ、バカ。いやでも実際さ。大丈夫だって。俺が朝顔の子供ってことはみんな知ってんだから。その上で来た話なんだ。だからもし話がポシャったとしても、それは俺の力不足ってことだからさ。どうしよう。おじさん、私。どうしたらいいのかな。やっぱりここに帰ってきちゃいけなかったんだ、私。ごめんね、みんな。
綾子、やっぱり出ていくんだ、お姉ちゃん。これ見たんでしょ。そっか、綾子も見たんだ。三尾の野球推薦のことが心配？三尾のことだけじゃないよ。この先他のみんなにも何かのチャンスが来たとして、私のせいでそれを潰すことになったら耐えられない。私は世の中を甘く見てたんだと思う。おじさんはそれをよく分かってたから、きっと刑務所に行ったの。だからってお姉ちゃんはここを出てどうするの？どこに行くの？しばらくはおじさんのそばにいようと思ってる。いつまで？おじさんが帰ってくるのまだ何年も先でしょ。おじさんはお姉ちゃんが朝顔出るって知ってるの？ううん、全部私が自分で決めたことだから。じゃあ私からおじさんに手紙書いておく。黙ってて。え？おじさんには私からちゃんと話すから。うん。さよなら。視野外で火が出てるぞ。火元はアジア街の複数箇所でほぼ同時に確認されています。じゃあ放火ってことか。消防はもう向かってんだろうな。避難の誘導はやってます。でも火の回りが早くて。なんてこった。
アジア街が全部焼けちまう。どうですか、いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だと受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。泉か、だいぶ背が伸びたな。おじさん、嘘、帰ってきたの？なんでこんな急に。驚いたか。ねえ、おじさんが帰ってきたよ。みんな、おじさんだよ。おじさん、太一。バカ野郎、帰りが遅すぎるんだよ。どんだけ待たせんだよ。すまなかったな、太一。おじさん、おじさん。お前ら大きくなったな。何年ぶりだ、みんな。おじさん、本当に大きくなりやがって。おじさん、変わんないね。はるかお姉ちゃんは一緒じゃないの？そうだよ、後から来るんでしょ。いや、一緒じゃない。はるか、出かけてるのか。え、何言ってるの、おじさん。だって、はるかお姉ちゃん、おじさんのそばに住んでるって。ん？そうだよ、そういう話だったよな。うん、うん、そうだろ、あやこ姉ちゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。はるかお姉ちゃんが朝顔を出て行ったのは3年前。最初は電話くれてたけど、1年くらい前からは全然来なくなった。お姉ちゃんから連絡がなくなっておかしいとは思ってたんだけど、おじさんのそばにいるって言ってたから。はるか姉ちゃんにもう一回電話しなよ、今すぐ。連絡はいつもはるかお姉ちゃんから公衆電話でかかってくるだけだったし、携帯は朝顔を出た後すぐ解約したって言ってた。なんで俺らに何も言ってくれなかったんだよ。いつも姉ちゃんたちは俺らを子供扱いしすぎなんだよ。ごめん、でもみんなを不安にさせたくなかった。それにもしかしたら本当におじさんと一緒に戻ってくるかもって。でもなんでだ、なんではるか姉ちゃんが出て行かなきゃいけなかったんだよ。俺たちうまくやれてたろ。はるかお姉ちゃん、泉たちのこと嫌いになっちゃったの？ううん、お姉ちゃんは私たちの重荷になりたくなかったんだよ。え、何それ、どういうこと？
郎が通っている学校から野球推薦の話があった時、ちょうどこんな記事が出たの。お姉ちゃんは自分のせいで朝顔のみんなが変な目で見られるのに耐えられなかったんだと思う。あの時は特に三尾の進路がどう転ぶかわからなかったし。なんだよ、それじゃ俺のせいかよ。いや、そうじゃねえ。お前のせいでも遥のせいでもね、全部俺のせいだ。おじさん。だから俺が必ず遥を探し出してこの家に連れて帰る。綾子お姉ちゃんもひどいよね。今までずっと黙ってたなんて。遥の件は綾子が悪いんじゃない。だから綾子を責めないでやってくれ。綾子も今まで言い出せなくてきっと辛かったはずだ。それは分かってるけど、でも家族には本当のことを言ってほしかったな。豆も昼飯の時間か。相変わらず元気そうだな、豆。うん、豆まだだからね。まだ食べちゃダメ。よし、はるかお姉ちゃん今頃何してるのかな。ちゃんとご飯食べてるのかな。はるかのことなら心配するな。カムロ町にいるはずだ。そうだといいけど。はるか姉ちゃんが俺たちのことでそんなに思い詰めてたなんて、俺全然気がつかなかったよ。そうか。まったく、はるか姉ちゃん何でも気にしすぎなんだよ。おじさん、はるか姉ちゃん見つけたらガツンと言ってよ。俺たちはるか姉ちゃんのこと全然気にしてないからって。ああ、ちゃんと話すから心配するな。あ、おじさん、さっきネットでいろいろ調べてたんだけど、はるかお姉ちゃんに関する情報は何も見つからないんだよね。 SNS とか全然やってないみたい。そうか、調べてくれてありがとうな。はるかについてはとりあえずカムロ町の知り合いに聞いてみようと思う。もしかしたら何かはるかに関する情報が見つかるかもしれない。じゃあ僕ももう少しネットで調べてみるよ。すまないな。あのさ、おじさんがはるか姉ちゃんと最後に会ったのいつ？3年前だ。俺が週刊中に一度面会に来てくれた。朝顔のみんなはよくしてくれるって言っていた。そう。もしかしたらその時からはるかは悩んでいたのかもしれない。俺が気づいていればこんなことにはならなかった。本当にすまない。おじさんは悪くないよ。でも早くはるか姉ちゃんを探さないと。もしかしたら悪い人に捕まってるかもしれない。ああ、必ず探し出してここに連れて帰る。
ハルカお姉ちゃんを探し出すってどうやって探すの、おじさん。そうだな、まずはカムロ町にいる知り合いを当たってみる。知り合い？ああ、秋山って男だ。大阪やカムロ町でハルカの助けになってくれていた。あいつなら何かハルカに聞いているかもしれない。すぐに電話で連絡を取ってみよう。そろそろ晩ご飯の準備しなきゃ。あ、おじさん。晩飯の準備か。何か手伝えることはないか。ううん、いいの。これくらい一人でできるから。それにいつまでもお姉ちゃんたちに頼ってちゃダメだと思うし。そうか。あのね、おじさん、おじさんがハルカお姉ちゃんを見つけたとしても、ハルカお姉ちゃんがこの家に戻ってくるかはまだわからないよね。そんなことはない。ちゃんと会って話せば戻ってくるさ。だから心配するな。うん。お客様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになってもう一度おかけ直しください。おじさん、秋山って人連絡取れたの？いや、連絡先が変わってた。え、そんな。電話がダメなら直接カムロ町に行って探す必要があるかもな。でもそれじゃあまた私たちを残して出ていくってこと？おじさん、俺どうしたらいい？はるかのことは気にするな。お前は野球に集中するんだ。でもはるかは必ず連れて帰る。そうしたらみんなでお前の試合を応援に行くさ。その時はいいところを見せてくれ。わかったよ。じゃあ行ってくる。今度帰ってくるときは電話してから来てよね。こっちもいろいろ準備があるんだから。よく言うよ、シロなんか全然うちのことやらないくせに。カムロ町に行くんでしょ？おじさんが行ったらまた危ない目にあったりしない？秋山って男さえ見つければもうカムロ町にいる必要はない。あまり長居することにはならねえさ。ハルカお姉ちゃん見つけてもあんまり怒っちゃダメだよ、おじさん。わかってる。三尾、野球の練習頑張れよ。うん。それから太一、浩二、シロ、エリ、リオナ、泉、彩子。今度はそう長くは待たせねえ。俺もハルカも必ずここに帰ってくる。うん。そうか、マメもいたな。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。
またこの町に帰ってきちまったか。